はいどうも、M ケツのまちでございます。というわけでね、本日はラーメン部でございます。本日来てるのはね、新潟市にありますマルシンというお店でございます。こちらね、麻婆麺が有名ということで、自分もねプライベートで何回か行ったことあるんですけど、久しぶりにね食べてみようかなと思います。というわけでいただきます。はい、というわけで食べてきました。いやー、久しぶりに麻婆麺食べましたけど、めちゃめちゃ美味しかったですね。辛さはね、思ったほど辛くなくて、ただ山椒の辛さ、あれがいい具合に生きてますね。なんでこう、ちょっと汗ばむくらいというかね、ちょうどいい辛さ。でね、まずスープなんですけど、スープはね、意外とサラサラなんですよ。ただね、あんがあるので、そのね、スープとあんが絡まって、めちゃめちゃいいとろみ具合になってましたね。うん。で、そのね、麺をこう揚げた時の、そのあんとね、スープのちょうどいい絡み具合と、あとはね、ひき肉も麺に一緒についてくるんですよ。なので、それをね、口に入れた時のひき肉と麺の食感っていうのがね、最高に美味しさをこう引き出すというかね、そんな気がしましたね。麻婆麺なんで、豆腐がトロトロで、スープもトロトロで、で、麺もね、こう、とろみがついて、よりこう、柔らかくなってるかなっていうふうに思うんですけど、その中で生えてくるキクラゲとネギ、これがね、最高にアクセントになって加わってくるんで、めちゃめちゃいいなっていうふうに思いましたね。で、自分スープなんかはあんまり飲み干さないんですけど、今回の麻婆麺に関しては最後の最後までね、飲み干してしまいましたね。うん、これスープちょっと残してね、ご飯があったらより楽しめるんじゃないかなっていう気がしました。はい、そんな感じでね、今回は、ラーメンマルシンにね、麻婆麺を食べてきたよという動画でございました。あの麻婆麺以外にもね、汁なし麻婆麺っていうのもあってね、それも結構注文たくさんの人が頼んでたのを見たので、そっちもね、いずれ食べてみようかなというふうに思います。はい、というわけで今回この辺で終わりにしたいと思います。それではごちそうさまでした。動画見ていただきありがとうございます。概要欄などから他の動画もぜひご覧ください。チャンネル登録お願いします。ゲーム実況もやってますので、そちらもぜひ。それではまたお会いしましょう。バイバイ。